ってよ。あ、待ってって。あ、はい、お願いします。はい。FM ギノワンのラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。こんばんは。メンヘラ城のお時間がやってまいりました。この番組は精神科病院の入院中に出会い、精神科病棟で愛を育んだギャンブル依存症の中村健太と乖離性障害の中村夏実の夫婦でお送りするメンヘラのメンヘラによるメンヘラのためのラジオ番組でございます。はい、メンヘラのためのラジオ番組と銘打っておりますが、もちろんですけれども、はい、メンヘラじゃないリスナーさんからのご連絡もお待ちしております。はい、メールアドレスの方、夏実さん。はい、メンヘラ103 @gmail.com ローマ字でメンヘラ数字で103 @gmail.com までよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、ツイキャスも、はい、やっておりますので、皆さん遊びに来てください。はい、早速来ています。はい、読み上げます。お願いします。埼玉の郷さん、健太さん、なっちゃん、こんばんは。はい、こんばんは。さっちーさん、こんばんみー。こんばんみー。はい、こんばんみー。やんきちさん、お二人さん、こんばんは。あ、こんばんは。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いつものね、通常通りのなんていうのかな、日程で収録できなくて、うん、はい、まあ、毎週月曜日に撮ってるんですけども、そうそうそう、ちょっとね、夏実さんがね、うん、急遽な体調不良、うん、まあ、心の方ね、もうすごかった、精神的な部分の体調不良といいますか、うん、それでギャン泣きしてね、本当にギャン泣きしてさなんかすごかったよ。ギャン泣きしたはしたんだけど、うん、なんか恐竜みたいだったよね本当にそこら辺ジュラ紀だったよね。そうそうそう、なんか何、反抗期みたいに言ってますけれども、サファリパークまあね、でも無事ね、収録、ちょっと日程はずれてますけれども、はい、はい、金曜日の方に、収録をちょっとずらしていただいて、はい、今日は第62回かな、2回の収録となってます。はい、はい、放送日はもうすぐね、3日後の12月4日、はい、あ、そういえば今日からもう12月1日ですよ、ね、皆さん今日寒いね、沖縄ね。うん、寒いよ。よかったよ、夏実さんも長袖着てるよ、うん、だからよね、うん、でもね、気のせいかな、クーラーしてなかったっけ。クーラーは24度ぐらい、B スタジオの狭い中、クーラー24度に設定してお送りしておりますクーラーつけてるってバレちゃうもう行っちゃったもんねまあしょうがないです、うん、はい、で、体調の方はどうですか。体調の方は、この通り、なんかツルツルピカピカです。一皮むけた感じで、うん、はい、よかったです。じゃあ今日はね、無事ね、62回の収録もして、そうそう、この後ね、2本目もちょっと収録していきたいと思っておりますので、はい、はい、なんか2月に、うん、FM ギノワンが改装するということで、はい、いろいろあるみたいですけれども、はい、はい、本日も、短いお時間ですが、最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。メンヘラトーク。はい、やい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 、はい、このコーナーはタイトルそのまま、私たちメンヘラ2人がテーマに沿って、時にはテーマから脱線しつつ、いろんなことをお話しするコーナーでございます。はい、メッセージもツイキャスもどんどんお待ちしております。よろしくお願いしますね。はい、よろしくお願いいたします、はい、では今日のね、うん、テーマを発表する前に、はい、先週の放送というか収録の時に、うん、まあ、収録いつも8時頃からやってるんですけども、ちょっと8時過ぎに届いた、一つメールがございますので、はい、紹介させていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、特になんかトークコーナーへの、メンヘラトークへのメールではなく、うん、もうシンプルなメッセージなんで、うん、はい、誰からでしょうか。はい、では、はい、こんばんは。こんばんは。
メタリカの一作です。お、はいはい、一作さんですね。メタリカがをご存知じゃない方に軽くちょっとご説明を夏美さんの方からお願いしていいですか。メタリカとは、うん、沖縄を、うん、沖縄の地下を拠点に活動しているお笑いコンビの2人のうちの片方ですね。そうですね。一作さんはどっちかといったら、あっちはダブルボケ、まあ基本的には一作さんはボケか担当で言うとね、があるんだろうね、もしかしたら、うんうんうん、うん、まあその、沖縄でね、クレさんと一作さんという2人がやってらしてる、はい、お笑いコンビですね。はい、私推してるんですよ。はい、メタリカのねクレさんと夏美さんが同級生でね、うん、この番組でも何度かお話しさせていただいてますけれども、はい、はい、そちらの相方一作さんより、一作さんより、はい、ありがとうございます一作さん。はい、先日の日曜日、はい、糸満肉フェスタ、はい、11月19日に開催されたやつですね。うんうん、お笑いステージに来てくれてありがとうございます。うん、ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございました。どういたしまして、去年も同じようにネタをしたんですが、はい、裸の猫おじさんのネタをやって死ぬほど滑りました今回は前回と比べてどうだったでしょうか、うん、それではメンヘラジオ、メンヘラトークと全く関係ないメールでしたが、この後もラジオ頑張ってくださいとのことです。はい、ありがとうございます、一作さん、はい、うん、本当にありがとうございますね。メッセージ嬉しいね。うん、うん、メタリカさんのね、はい、ラジオ、メタリカさんも実はラジオやってて、はい、FM 豊見の方でやってるんだよね、うん、僕の地元ですね、豊見城市の方の、うん、FM 豊見さんで番組をやってらして、うん、毎週月曜日の、メタリカさんも月曜日だね、月曜日の夜7時から、うん、から、そうで、19時から放送されてる、うん、番組名なんだっけ、ユンタク新聞編集部、そうですね、ユンタク新聞か、ユンタク新聞編集部だったっけ、まあ編集部だじゃなかった、ね、中のコーナーだったか外だったかは、ああコーナー名ね、はいはいはい、うん、まあとにかくラジオをやられてますので、うん、なんかねわちゃわちゃやってるんで、うん、楽しいんですよ、皆さんもよかったらはい、ぜひお聞きいただければ とても聞いてください。うん、はい、ではトークテーマに参りたいと思います。お、トークテーマ、はい、はい、本日のトークテーマ、はい、優しい〇〇、優しい〇〇、はい、こちら基本的にメンヘラは優しさというものに飢えております。あ、そうかもね、はい、傷つきやすい心や、うん、すでに傷ついてしまった心を、うん、優しい何かで包み込み、うん、癒して回復させたいと常日頃から思っているからです。うん、まあ、それは優しい人から受ける親切だったり、うん、あったかいお味噌汁のね、うん、優しい味だったり、うん、まあ、道端で目にする花とか、うん、草木のね、うん、なんかちょっと優しい色合いだったり、うん、寒い冬の夜にかぶる毛布の優しい肌触りだったり、うん、まあメンヘラに限らずね、この厳しい現代社会を生きるみんなね、我々は日々の疲れを優しい何かでね癒したいと、そう多分みんな思ってると思う、思ってると思うメンヘラに限らずね、うん、だからそれをなんか教えてほしいっていうのと、なんかこれを優しい何かをってさ、うん、なんか嬉しいとかさ幸せだなっていう気持ちをさ、うん、なんか作ってくれるっていう感じが俺なんかあるわけさ、うんうん、そう思ってるのよ。うん、でそれをなんかリスナーの皆さんとも共有して、ちょっと幸せで温かな気持ちをね、ほっこりしようみたいな、寒い冬にね、うん、感じ合うことができればいいなと、うん、はい、私の、うん、ずっと前ですけどね、うん、道端のね、うん、草にね、うん、花が咲いててね、はいはい、そこにねおばちゃんがね、うん、ペットボトルのねお水をかけてたんですよ。ほう、店先のところのね、うん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 、こうコンクリートを破って出てきたお花なんでしょうね、はい、それにね、うん、かけてたんですね、お水を。そして、うん、おばさん、あったかいなと思って人って、うん、そしたら除草剤でした。うーん、優しい何かだったのかな、なんかよくわかんないけれども、
シャキーンドヤ。はい、ではちょっと優しい〇〇についてちょっと来ているメッセージ。あ、これはツイキャスを読みたいですけど、どっちから先にしますか。とりあえずトークテーマの方から行こうかな。はい、わかりました。はい、メンヘラネームプレイグさんより。はい、プレイグさんありがとうございます。はい、プレイグさん、あの X の方で、はい、はい、ご回答いただきました。ありがとうございます。プレイグさん、寒くなると、うん、優しいお出汁が恋しくなります。はい、カツオ出汁なんか最高ですね。あ、そうですね、そのことです。いいよね。いいね、カツオ出汁使ったさ、やっぱ沖縄料理って結構多いのよ。うんうん、沖縄そばもね、基本的なカツオだし使ってるところがほとんどだろうし、うんうん、あとクーブイリチとかもね、本だし、うん、あれもカツオでしょ、多分。そうだね、なんかパッケージに書いてるよね、本物のカツオ。いや、本だし、うーん、本物のカツオ、分からんけどさ。料理しないから人参しりしりとかさ。はい、で俺最近で言うとね、自宅の近くにある、うん、友達っていうおでん屋さん、普天間にある、うんうん、あそこで食べた骨汁、なんか有名らしいんだけど、うん、骨汁ってもう、なんかもう分からない方に説明すると、早期の骨かな、あの豚の骨が煮込まれてるというか、うんうん、はい、骨の汁なんだよね。そう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 、豚骨からにじみ出たお出汁を、うん、あれはまあ豚骨、スープ自体はカツオ出汁なのかもしれんだと思うんだけど、うん、とっても美味しかった。美味しかった。おすすめ、うん、いつも夜いっぱいしてるよね、あの中は、特に週末とかはね、友達は。そうね、はい、では続きまして、メンヘラネーム夢をつかぽんさんより。あ、つかぽんさんありがとうございます。はい、つかぽんのちょっといい言葉。はい、本当に優しくて強い人はたくさん泣いた人。はい、だそうです。だそうです。なんかちびまる子ちゃんのさ、おじいちゃんみたいになってるけど。友蔵心の俳句、つかぽん心の俳句みたいになってるけどさ。いいんじゃないか。なんかまた路線が違うメッセージの、あのいただき方をしたんですけども、夢のつかぽんさんの、うん、あのあれにしたら、あのポエハラ、心のポエハラ、心のポエハラ、うん、ポエハラっていうのはつかぽんさんが作った言葉でね、うん、ポエムハラスメントっていう意味があるんですけど。そうだね、あのたびたびやってるらしいし、たびたびやってるし、やられてるしみたいなことでね、つかぽんさんとっても面白い方ですね。はい、まあでも優しくて強い人はたくさん泣いた人っていうことですか、なっちゃん。そしたらね、優しくて強いよね。まあ強いか、まあ強い、まあなんていうかな、腕力的な部分意味で言ったら俺より強いし。これこれな、これな。そうそう、腕相撲ね、腕相撲な。うん、まあ優しさはね、本当に誰よりもあって、うん、あの思いやりがすごいある子なんで、なんかその優しさの度が過ぎて、なんていうのかな、相手にちょっと感情移入しすぎて自分自身のちょっと体調も崩すみたいなこともあるから、そこはね、まあいい距離感でなんか優しさを出せたらいいのかなと思うんですけれども。そうそう、そんなに私は優しいとは思わんで、優しいのかな、 なんか訛りがおかしくなってますけど。優しいとは思わんけど、なんと言ったら良いかですよね。はい、まあではあのメッセージ以上なので、はい、ツイキャスいただいてるツイキャスメッセージどんどん読んでいただければ OK です。はい、ですね、埼玉の坊さん、なっちゃん体調落ち着いてよかったねっていうことです。本当ありがとうございます。はい、ありがとうございます。心配の声もいただいてます、ありがとうございます。はい、で埼玉は今7度です。うわー、寒っ。ヤン吉さん、都内も7度です。うわー、ひっさいってプレイグさん、ひっさいよっつって、うん、プレイグさん、お久しぶりです。お久しぶりです。無事に塀の外に出てシャバの空気を満喫してます。かっこ隊員笑い、はい、あのなんとなく察してましたよ。察してましたね、プレイグさんの X のポストから。察してましたよ、うん、大丈夫かな、なんかこっちから送るのちょっとあれかなと思ってさ、遠慮してたんだけど、うん、ああいう時どうしたらいいかな、なんかあのこっちが反、こちらとして反応していいのかな、頑張れみたいなさ、な大丈夫って、塀の外で待ってるよってね、うんうん、またラジオ聞きに来てねとか ね、そうだね、そうだね、うん、さっきの話の、あの除草剤わらわらってきてで、フレイグさん ね、こちらは、うん、今日のテーマが、はいはい、優しい丸々、うんうん、こちらは煮干しだしが多いから、たまにカツオだしのうどん食べると、うん、
ほわーってなるって。あー、いいね。でも煮干しだし、逆に沖縄はあんまり煮干しってな、出会わなくない？水から煮るんやって。あー、そっか。それじゃあちょっと沖縄は多分ね、やっぱりコンロとか火をずっとね、なんか使う料理ってのって結構、うん、もう だいたいパパッと作れるチャンプルー料理とかね、うんうん、ああいうのがやっぱりなるから、ね、じっくり煮干しで出した出汁のが多いんだって。すごいいいね、それもいいね。うん、いいね。ちょっと味してみた、味してみたい、うんうん、ありがとうございますね、うん。埼玉の郷さんもつかぽんわらわらポエムハラスメントわらわらデプレイグさんもポエハラ初めて聞きましたよって。あの時折ね、つかぽんさんが作ったあれですか、初めて。つかぽんさんのポエムを聞かされるっていうさ、そうそうそう、そういうハラスメントなんです。ちょっとだけ おうってなる瞬間があったりするんだよね。おうでもいいポエムをね、あの書く人なんで、そうなの、読んでくれるんですよ、いいのね、うんうんうん。でもね、あの度が越すとね、あ、おうポエハラだなそれってなる言ったりして笑ってます。うんうんうん。でフレイグさん、青森は2度だよ。わあ、青森も寒いなあ。フレイグさんに言う言葉のことだよね。何でも大丈夫よ。あ、ほんと、じゃあ遠慮しなくていいんだね、うん、OK です。ありがとうございます。以上です、うん、はい。でそのまあフレイグさんもそうなんだけど、うん、このいつも通りの日程で収録できなくて、はい、ちょうどね、まあ収録直前ではあったんだけど、はい、X にね、夏美さんのちょっと精神的疲労があって、うん、ダウンしてますって、申し訳ないですけど、うん、今日収録できませんってポストしたところね、うん、まあ、プレイグさんからは無理せずお大事にっていう温かい言葉いただいて、うん、でロアさんからもね、夏美さんお大事に、収録リアタイで聞けたら嬉しいですとも来てましたんで、うん、もう皆さん心配してくれて、はい、本当ありがたいことに。その他もいいねとかくれた方も本当にありがとうございます、うんうんうん、ありがとうございます。バリンって割れた心がなんか接着剤でくっつきましたよかったですよね。なんでバリンって割れたのかかまあ疲労とかかな、疲労ストレス。そうだね、うんうんうん、いろんな負荷がね、詰め込みすぎた。はい、ではここからは楽曲紹介のコーナーに入っていきたいと思います、はい。本日紹介いたしますのは椎名真由里 CV 花澤香菜さんで優しい夕暮れです。はい、フレイグさん安定を目指す精神、精神の安定ですか。まあでも僕らのね、なんていうのか、お世話になってる、施設長だったね、地下のね、施設長だった金山さんは、うん、どったんばったんしながら生きても大丈夫なんだよっていうふうに言ってますんで、うん、そう、僕らもどったんばったんしながら、はい、やってますんで、そうそう、それでもなんていうのかな、生きてればなんかそれだけでもいいみたいなね、うん、うんうんうん。あ、埼玉の郷さん、余計なお世話かもだけど、うん、逆に頑張れってコメントできなかった、うん、僕も今仕事かな、ストレスでやばいから、うん、あ、そうですね、頑張れがね、逆に重りになることもあるからね、うんうんうん、それも優しさですね、うん、それもありがたいね、ありがとうございます、うんうんうん。でヤンキチさん、夏美さんマイペースで全然いいよ、ありがとうございます。本当にマイペースね、夏美ペースで生きていきますよ、うんうん、これからも。フレイグさん、ああなるほど、ああなるほど、うんうん、金浜さんの話かな、ああ、うんうん、なるほど、前より波が小さくなったよ私って、ああ、上等上等、それはそれで何より、うんうんうん、安定もまあ大事、でも、ね、どったんばったんもしていい、うん、うん、していい、そうそうそう、どっちでもいい、どっちも、自分のね、それがなんていうのかな、どったんばったんしている自分も含めて、うん、自分の個性というかね、うん、部分ではあると思うから。あ、それとツイキャスの皆さんにお願いがありまして、うん、はいはいはい、今日私ちょっとなんか厚着してきたけど、うん、クーラーもかけてるし、うん、意味わからん状態なんですけど鼻水がたまに出ると思うんですけど、見逃してくださいね鼻水出ててもね、鼻水って言ってくだされば、あのハンカチあるんで服所蔵にございますのでそうだね、はい、うん、いいじゃないでしょうか。
うん。あ、ゴーさんも頑張りすぎないでくださいねってプレイクさん言ってる。あ、本当ですね。ゴーさんも ね、お仕事大変だろうけど、ちょうどやっぱりね、年末が近づいてるから、うん、パタパタしてるのかもしれないね。そうだね。うんうん、埼玉のゴーさん、ノーズウォーター。昔なんか、そういうバンドいたよ、沖縄に。本当？うん、いたはず。うん、プレイさん、マイペースが一番ですね。本当そうですね。うんうん、埼玉の郷さん、転職活動を始めました。ああ、そうなんだ。おー、なるほどなるほど。頑張る、もう頑張るでいいのかな。頑張る頑張る。じゃあ皆さんでなんとか乗り越えましょう。はい、じゃあ始めるんで、はい、はい、お聞きいただいてますのは、椎名真由里 CV 花澤香菜で優しい夕暮れでした。まああのトークテーマが優しい〇〇だったからさ、うん、ちょっとこれにしようかなって選んだ曲です。うん、歌声めっちゃ優しい。まあ花澤香菜さんは人気の声優さんですからね。うん、でなおちゃんが分かってるところで言うと、鬼滅の刃の、うん、ローズウィップみたいなの使う人ローズウィップみたいなの使う人名前何だったかな。甘露寺さんの声ですね。甘露寺さんの声、はいはい、やってる方です。炭治郎くんっていうやつよね。そうそうそう。まあこの歌に関してはゲームもアニメも人気を博したシュタインズゲートより、まゆしこと、うん、椎名真由里、花澤香菜さんが歌う優しい夕暮れっていうことで、うん、はい、うんうん、お聞きいただきました。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、それではエンディングです。エンディングです。はい、メンヘラ城エンディングでございます。はい、エンディング、あっという間だね。早いね。そうだね、あっという間、あっという間。なんか今日めっちゃ早かったな。いや、やっぱりこうやってツイキャスでね、皆さん参加していただけると、うん、会話も弾むからさ。そうだね。うん、キャッチボールができるから、うん、なっちゃんも楽しそうにやってるから。そう、楽しいですよ。はい、健太さんも隣にいて安心ですよ。はい、皆さんのおかげです。うん、みんなからね、優しい何かをいろいろもらってるんじゃない、本当に。うん、うん、ツイキャス楽しいね。うん、ちなみに、どうぞどうぞ。埼玉の郷さん、はい、来週火曜日に面接って。そうなんだ。おお、じゃあ業種は何から何に変わる予定なのかな。同じ同業種で変わるのかな。まあどうだろうね。面接か。面接って緊張するよね。ちょっと憂鬱なるよねわかるわかる。緊張するよね。夏もだいぶ前に受けたことあるけど、はいはい、うんうん、でプレイグさん、みんな頑張ってるんだもの。うん、そうですね、頑張ってるんだものね。うんうん、うん、ヤンキチさん、本当ですね、第一第一って。うん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 、埼玉の郷さん、一人一人キャパ違うからね。それを理解できない人とはこれ以上一緒にいたら壊れる。そうですね、うん、うん、そういうなんていうかな、友達とか人付き合いの線引きの仕方はあっていいと思う。妻子持ち、自宅持ちだから早く判断したって。ああ、そっかそっか。 お子さんたちね、最近ね、USJ か、ん？ USJ にも一緒に行ってたさ、郷さんね、郷さんね。だからね、うんうん、そのお子さんたちのためにもね、また USJ 連れて行かないといけないかもしれないそうかもいいね。うん、さら2025年にはね、沖縄の元部に新しいテーマパークもできるしね。できるらしいね。なんかね、できるらしいね。うん、あ、埼玉の郷さんはね、製造業から運送業。うんうん、ああ、またちょっと変わるんだ。うん。うん。運送業になると、やっぱり大型の免許とか持ってるのかな。うん、大型ね。今運送の方面人で足りないって言うからね。そうなんだ、うん、結構大変そうな仕事だな。うん、まあ、みんな仕事は大変だよな、うん、ね、でも頑張ってるんだよね、みんなね。そうだね、
でそんな僕らもね今現在そういったなんていうかな事業の仕事に追われててこう、うん、ラジオでも何度か話してますけど、うん、そのことについてはねこの後ね、うん、日本撮りやりますので冒頭でも話したように、うん、まあ、あの今ツイキャスに参加している方もお時間があったらはい、うん、ぜひお聞きいただければそのまま続けてね、うん、お暇じゃなかったらいやお暇だったらよあお暇だったどっち暇じゃないのに聞かすみたいなまあながらでもいいからね何かしながらでもいいからね聞いていただければと、はいはい、思いますのでちなみにまあ最後のもう本当に後半になりますが夏美さんのねなんか優しいなんちゃらとかある優しいエピソードですか優しい何かに触れたエピソード、なんだろうなあのココさんあの猫のぬくもりがとても嬉しいですあ優しいぬくもり優しいです、はいはいはい、めっちゃ甘えん坊なんですごいんですよあそうねめっちゃ甘えん坊だね、うん、ココさんは朝起こしに来るもんね、うん、起きて起きて言うてねうんそうなんですあ大変よ大変やなでも可愛がっていますあでも可愛がっています変だねはいでは今日のメンヘラ城はここいらでお開き、うん、はい今日も元気に病気中中村夏美と中村健太でしたお薬飲んで寝ろ。